俺が。ちょっと待ってくださいね。え？ちょっとちょっと皆さんいい加減にしてください。皆さんが獣王者さんと戦う必要ないでしょう。え？だってガイマーベラス足止めしろって。なんなん、戦うだけが足止めじゃありません。話が見えない。俺たちは皆さんたちスーパー戦隊の先輩なんです。スーパー戦隊。つまりスーパー戦隊は地球を守るヒーローで、皆さんは海賊戦隊ゴーカイジャ。その通り。君たちの前には39のスーパー戦隊がいたんだよ。 39? で、このスーパー戦隊の力の源であるレンジャーキー、彼で俺たちは先輩たちの力を借りて戦えるのです。だからいろんな戦士に変身できたのか。でもなんで宇宙海賊が地球を守るのよ。話せば長くなりますので。そうか、よし、その辺じっくり聞かせてもらおうじゃねえか。あいった。あ、分かった。あなた方の言うことが正しいなら、どうしてあのマーベラスという男は大王者の資格を盗むんだ。そうそう、地球のヒーローなんでしょ。お前たちこそどうしてそんなに欲しがるんだ。え、マーベラスが見つけるまで知らなかったんでしょ。今回のピンチも皆さんの力を借りないと。さあ、地球人であるミサオ君も手伝って。